ウィークリーキャッチクエカオリコです。さて皆さんは海水浴やバーベキューと夏を満喫していらっしゃいますか？ただそろそろ疲れが出てきた、夏バテ気味だという方も少なくないのではないでしょうか。そこでウィークリーキャッチでは今週と来週の2回にわたり、普段のちょっとした体の不調を食ですっきりリセットする方法を専門家に伺います。第1弾のテーマは夏の疲れを食で癒す、夏バテ対策に使える食材や簡単なレシピをたっぷりとご紹介します。ご協力いただくのはマンハッタンウェルネスメディカル総合診療所の米国登録栄養士宮下麻子さんです。宮下さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日のテーマは夏なんですけれども、はい、その夏のテーマに入る前に、季節にかかわらず体調管理で気をつけたいこと、これはどういったことでしょうか？やはりですね、1日3食腹八分目食べることなんですね。この腹八分目というのが難しいんですけど、まあ、今皆さん1食2食で済ませる方がいらっしゃるんですけど、やはり血糖値をコントロール安定させるためには、少なくてもいいので1日3食召し上がっていただきたい。結局1日3食少しでも食べるということは、まあ、いろんな栄養素をきちんと体に入れて、体力的にも精力もきちんと養えるということで、きちんと1日3食少なくてもいいから召し上がっていただきたいですね。なるほど、はいはい、では特に夏場の疲れなんですけれども、夏はね、疲れてしまうとだるくて辛いですよね。そうなんですよね。こういった時に何を食べたらいいんでしょうか？どうしたらいいんですか？はい、やはりいろいろな栄養素が必要なんですけど、うん、特にそのエネルギー代謝とか、その疲労回復に大事なビタミン B1 で、この B1 には例えばその豚肉とかバナナとか、あとはその玄米、そういうものに含まれるんですね。あとそのビタミン B1 でいうと、まあ手軽に取れるのはそのひまわりの種とか、そういうものがあります。あともう一つ大事なのはクエン酸。よくその梅干しとか柑橘類に入っているものなんですけど、そのクエン酸をきちんと取ることで、その疲労物質とか、あとはその日常に あるストレス、そういうものをきちんと取ってくれる働きがあります。なるほど、はい、もう一つやっぱり夏で辛いのは暑さなんですけれども、体を自然に冷やしてくれる食べ物ってあるんですか？はい、それはビタミン C なんですね。でビタミン C はその疲労の元となる活性酸素を控えてくれ、抑えてくれる、まあ、体の中から排出してくれます。あとは夏野菜、これは夏野菜は水分とカリウムが多いので利尿作用があります。なるほどね、はい、でちょっとここにそのお野菜を、夏にいいというお野菜をいくつか揃えてみたんですけれども、はい、これがいい。そうです、はい、まあ、ズッキーニもトマトも、まあ、これ代表的な夏野菜ですよね。でここら辺みんなその水分、まあ、夏野菜は根本的に水分が多いので、まあ、熱をこう、まあ、おしっことか汗と一緒にきちんと出してしまう、熱を出してくれます。あとそのここら辺ブロッコリーとかケール、あと柑橘類とピーマンですね。ピーマンものすごいビタミン C が多いので。あ、そうなんですか、はい、ぜひ取っていただきたい。特にその赤とか黄色のピーマンはたくさんビタミン C が入ってます。これだけたくさんのお野菜教えていただいたんですけど、うん、これをどうやって食べるのが一番効率的ですか？はい、特に夏ですと、うん、まあ、料理して暑い中料理したくないとかありますよね、はい、そうするとやはりそのグリーンジュース、うん、まあ、特にですねケール、このケールとあと果物、好きな果物大体今半分ぐらいですね。あとレモンとか、まあ、生姜とか体をこうすっきりさせるものをミキサーに入れて作っていただく。お、あと混ぜるだけ。混ぜるだけ、はい、あとはこのここにあるビーツですね。これとあとホースラディッシュって言ったの、西洋大根ですかね、あれをピクルスにしたもの、ああいうものとを作り置きしておくといいと思います。ではお料理として使うにはどんなレシピがありますか？ですね、おすすめなのが、うん、夏野菜の和風サラダ。もうお好みのその夏野菜をちょっと使っていただいて、いろいろこうアレンジしていただくんですけど、あとそのなぜ和風かというと、ドレッシングにまあ醤油とかを使うんですけど、なぜそういうちょっとした塩分が必要かというと、夏たくさん汗かきますよね。それで全部おしっことか汗で出てしまう。ただそのきちんと塩分補給をしなくちゃいけないので、そのお醤油とか、まあ、お塩お味噌をちょっとうまく使っていただく。なるほど、はい、
その他には、あとはですね、夏野菜のシチューですね。これはあの特にその、まあ、切って煮込むだけなので簡単なんですけど、その中にも今回のレシピには豚肉、先ほど申し上げたビタミン B1 がたくさん入っている豚肉を入れて、あといろんな夏野菜を入れてコトコト煮込むだけ、おすすめです。はい、やはり夏だとさっぱりしたお料理が多いですね。そうですね。っていうのはその胃に負担をかけないでいかに栄養を取るかということに重点を置いてますので、はい、ただもう少しこうがっつり食べたい時、はい、そういった時のおすすめレシピありますか？鶏のしゃぶしゃぶ丼ですね。おこれ豚肉でも代用可能なんですけども、まあ、鶏肉にも違った栄養素が含まれているので、今回は鶏肉で、これはあの鶏肉の、まあ、胸肉を使うので、まあ、割とさっぱりいただけるというのもあるんですけど、でそこにまあきゅうりとかレタスを刻んだものをご飯の上に乗せて、でその上に鶏を乗せていただくんですけど、まあ、これはご自分の好きなお野菜を入れていただいても結構なんですけど、まあ、最低やっぱり 2、3 品、1食に取るには最低3品ぐらいは入れていただいて、あの作ってください。でこのタレも作り置きできるので他のお料理にも楽しむことができます。そうですか、はい、丼だとね全部上に乗せてそれだけで一品になるから助かりますよね、はい、楽ですよね、はい、なるほど。それでは改めましてもう栄養士の目から見た夏の間の食の注意事項ありました、教えてください。はい、まずはですね、うん、糖分、皆さんその暑いとアイスクリームとかアイスキャンディー、そういうものを食べたいと思うんですけど、やはり糖分です、取りすぎると疲労の原因になるんですね。なのでなるべく控えてきちんと食べ物を食べるんだったら、そのお野菜とか穀物をしっかり摂ること、あとはその水分補給を欠かさないであのいただきたいのと、あと塩分ですね、塩分補給も大事です。そうですか、はい、今日はどうもありがとうございました。